こんにちは。いつもの夏休みです。今日はですね、登戸駅にやってまいりました。で、ここにはですね、ドラえもんの銅像がありますよね。まあ、いつもですね、ちょっと小さいとか言ってて申し訳ないんですけどもね。あともうちょっとだけ大きければよかったなと。いやー、本当に変わっちゃいましたね。溝の口もだいぶ変わりましたけどね。それ以上に、まあどうなるんですかね、この先。今日ちょっとですね、あいにくの雨なんですけども、私は結構好きなんですよね。ちょっと人も少ないですし、湿気があってですね。あ、バス止まってますね。藤子不二雄ミュージアム行きですかね。あ、こちらですね、まあ、ドラミの方がいい場所にありますよね。像がそんなことないかな。まあ、登戸もですね、かなり思い入れがある町なんですけども、まあ、これからどうなっていくんでしょうかね。登戸駅はですね、昔こんな感じでしたよね。私は通学での乗り換え駅でしたし、で最終登戸止まりっていう電車ありましたよね。でタクシーでよく帰ったもんですよ。でこの付近にですね、立ち食いの蕎麦屋があって、確かネギがですね入れ放題だったんですよね。よく行きましたね。それで夜行の動画をですね上げさせていただいた時に、昔の映画で飯っていう映画ですね、紹介させていただいたんですけども、その映画にもですね登戸駅出てきます。後ろがですね、宇田急線の登戸駅、昔は稲田玉川ですか。でここが南武線の登戸駅ですよね。まあここにですね、原節子さんが立ってたんですね。後ろにはですね、あの機関車っていうんですかね、ディーゼルっていうか、まあ南武線も走ってたんですよね。ただこうちょっと電車のことをですね、あまり言うとですね、詳しい方にちょっと怒られるん で、最近あのコメントくださる方、結構ですね鉄道系の動画をですね、まあ、自ら上げてらっしゃる方が多いんですよね。だからあの多分私が間違ってることを言ってますけども、まあ、ご容赦いただいているのかなというふうに想像できますよね。あ、そんでですね、あの私この登戸までビデオレンタル屋に通ってたことがあって、今あの工事してるあたり、あの黄色いなんていうのショベルカーじゃなくて、まあ重機があるところ、あそこにですねビデオレンタル屋があって、よく借りてましたね。まあダルトだったかな、ツタヤなんかなかったですからね。で不審火がねあったんですよね。まあ不審火かどうか分かりませんけど、火事があって、ちょうどこの角度、この写真のですね右側の建物の塊だったと思うんですよね。まあ懐かしいですね。あ、そんでここですね、道、あの十字路できてますよね。ここのつい1、2ヶ月前にここ通ったみたいですね。いやーこれでだいぶ便利になりますよね。まあ過去の面影が全くないですね。まあそれで私ですね、いつも夏休みと名乗ってますけど、まあ夏休みらしいことをですね、もう全くやってなくて、で内容はですね、散歩、まあ歩いてですね、あのちょっと昔と今を比べたりですね、まあただ自分何がやりたいのかなと、もう自分によく本当に質問するんですよね。お前何がやりてんだと。まあ、ただですね、あの最近のコメントで、あの昔家内と一緒にここを歩きましたとかですね、彼女がこの町に住んでましたとか、まあ、そういったコメントをいただくことがあってですね、まあこれはちょっとやる価値あるなと。あの昔のことを遡るのはですねいいのかわからないですけど、ただまあ過去っていうのはですね、過ぎ去ってしまったものではなく、あの積み重ねてきた大事な記憶経験なんで、たまにはですね振り返って懐かしく思って、まあ、そうするとですね、これからの
行動とかですね、生き方が変わってくるかもしれないですよね。あ、ここですね。まあよく歩いた商店街ですよね。そこのサンクスもよく行きましたし、ちょっとこの先にですね、中華屋が確かあったんですよね。あ、そこの酢豚定食って書いてあるとこですよね。で、あ、養老の滝ありましたね。あ、行ったことあると思います。あ、出た、ビジネス旅館福田屋ですよ。まあ登戸にはホテルないですよね。まあ途中からこうビジネスっていう風に入れたんですかね。まあその入り口入って少し細い道をこう歩いてって、なんか旅館があったような記憶がありますね。あいにくの雨ですけど、私はですね、本当に雨だと調子がいいんですよね。湿度もあって、まあ、人も少ないですしね。ただ本当にこう雨だと体調悪くなる方もいらっしゃいますからね、あんまそういうこと言えないですけどね。まあ10月ですと今年もですね、あと残すところ2ヶ月とちょいですよね。まあ今年ですね、やり残したことがある場合は本当にこの10月がですね勝負かなと。11月12月はまあバタバタしてきますしね。あとなんかですね、大掃除とかあんな寒くて忙しい12月にやらなくてもですね、まあこの過ごしやすい10月にやってしまうとかですね、あと忘年会とかですね、前倒しでやってしまうとか。まあ10月はちょっと早いですか。でもですね、いいんじゃないかな。あ、これなんだこれ、コーヒーって書いてますね。レトロな機械。ああ、トランサイドコーヒーって書いてますね。あ、ちょっとまた別の店に行くってことですね。何気なくここの通り来ちゃいましたけど、あまり何もないですかね。あ、ですね、なんか、上りとゴールデン街ですね。ちょっとこれ知らなかったですね。お、渋いですね。あ、本当に昔のなんか昭和のなんか雰囲気を再現してるわけですよね。タバコ屋とかあって、あ、これはいいですね。これもなんか登戸の昔の通りでしょうか。あ、なんかご飯食べてるのあれ長嶋茂雄ですかね。間違いないですねこれね。違うのか。で、昔はこういう青い電話ってあったんですね。まあこれは、あ、出た、こうカレーのボンカレーでしたっけ。いやー、ってことはあの看板が、あ、あったよ、まあ、当然あるね。出た、大村昆さん。まあ本当この人 いくつなんだと。でもキャッシュ90歳超えてますよね。で、去年映画で主演したっていう、すごいですよね。あ、ここ稲田玉川。あ、そうですよね、先ほど飯の映画でも紹介しましたが、こういう雰囲気だったんですかね。確かにですね、周りが木だったと思われるんですよ、林というか。まあ、建物なんかあまりなかったんじゃないですかね。で、中ちょっと入ってみますが、まだ時間帯、まあ、やってないんですけどね、店は。ただ10階までそれぞれお店が入ってて、な、特徴的な、ね、いろんな店が入ってるということですよね。まあ、あ、なんか歌もあるんですね。登戸音頭。ここはですね、また違う時間帯にですね来てみたいと思います。それではですね、遊園の方にちょっと向かってみようかなと思います。あ、またのお越しをお待ちしておりますですね。あの、サザエさん あのシルエットみたいなのがありますね。雰囲気いいですよ、なんか。もう私ドストライクというかですね、こういったもの。あ、出た、
の昔のタバコですよね。今この辺のないですよね。出た、これパーラメント、懐かしい。こりゃすね、このキャビンですね、知らなかったんですけどね、このお店の。やっぱりこう街がですね近代的になりましたけど、ああいうなんか昔を思い出させてくれるようなお店建物があると嬉しいですよね。ああいうのは良かったですね。多分人々ってそういうのやっぱ好きなんですよね。食料品なんかもですね、あの学校給食で出たとかですね、昔ながらのとかつくとですね結構売れるらしいんですよね。まあ私はですね、あの向こうかか遊園にですね住んでたことありますんで、この踏切のですね渡った先の左側、そう、この建物があったんですよ昔で。これが残ってるかなと思って今見たんですけど、なかったですね。焼き鳥道草ですかね。隣にはお袋の味深川って書いてますね。まあ2009年のストレートビューになかったんで、まあ、結構前になくなったんですかね。ただ隣にありましたあのお袋の味深川、あのそれはですね向かいにあります建物の2階ですね、移転したようですね。であの特徴的なポコアポコっていうカフェのピエロがですね犬に噛まれてまして、なんかものすごいリアルで、なんか夢に出てきそうなんですよね。あ、これは、あ、宝石ですね。わかりますでしょうか。あのちょっと飛んでますよね。これがですね、宝石っていう昆虫です。蛾の種類なんですけども、特徴としてはですね、ホバリングします。あの空中で止まることができると。だから写真を見ていただくとわかるように、ちょっとハチドリに似てるんですよ。まあ、現にですね、蜂に擬態してる蛾なんですね。まあ、市街地にもいるんですけど、基本的にはですね、ラベンダーとかですね、コスモス、あと、アベリアっていうですね、花に来るんですけど、まあ、もしかしたらこれアベリアっていう花なんですかね。ちょっと植物はちょっとよくわからないんですけど、すいません、ちょっと、エキサイトしちゃいました。今ちょっと GoPro で撮影してて、わかりにくいんですけど、かなりですね、目の前まで来てくれてます。まあ嬉しいですね。まあ以前はですね、生田緑地にわざわざこれを撮りに行ったこともあって、それ一回動画に載せてるんですけども、いやー、駅前にいるんですね。まあ10月もですね、意外と昆虫がいるんですよね。まあ今度それちょっと探しに行ってみたいですね。じゃあ、バイナラ。まあですね、この向こう学科遊園は大きく変わりましたよね。これはちょっと皆さんご存知かと思うんで、細かくはですね、こう言わないと言いますか、こんな感じですね。ほとんどですね、駅前としてはなんかもう完成されてきてるイメージがありますよね。これからちょっとその奥に建物がどんどん建っていくんでしょうけども、で、出た。私ですね、この駅ですね、もう昔から変わってないと、まあ、形だけじゃないんでしょうね。建物がまあずっとこう最初から一緒だということですね。駅名はですね、この稲田登戸駅ですね。まあ約100年前ですよね。だけどもちょっと建物モダンというかおしゃれですよね。まあ周り何もなかった感じで、今の駅が稲田登戸駅、そしてさっきのですね登戸にあったのが稲田玉川駅だったんですね。でなんかうる覚えなんですけど、ジブリのですね風立ちぬですか、でどっちかの駅、稲田登戸だったかな、あのがなんかちょこっと出たんですよね。でこの辺りもだいぶ変わっちゃいましたね。でそう、ここですね、昔ここ左に行くと踏切があって、もう開かずの踏切の真骨頂みたいな
もうザっていうか、で本当に開かないんですよ。で開いたと思ったらもうすぐ閉まるんですよね。あれ危ないですよ。なんか中に取り残される時とかあって、なんかちょっと笑い事じゃ済まないようなね、 なんで命かけなきゃいけないんだと思って、ただここを取らないで他行こうと思ってもちょっと距離があってですね、まあここがそれが解消されたんですね。ちょっとそれも知らなかったんですよね私。あ、出た、ここにですね蕎麦屋があった。そうよく行った。あ、串カツ田中も入ってるんですね今。前なかったような気がしましたね。でいまいちカツ苦手だなって方はですね、一回そのレンコンですね、レンコンを食べてみてからですねちょっと判断してほしいですね。あ、ここはあんまり変わってないですね。あ、この辺はあんまり変わってない気がします。大戸屋もそのままで入っちゃいましょうか。あの天ぷらそばですよ。あの卵入れちゃったりして、あのかき揚げがですねカリッカリなんですよ、中までカリカリ。いやー、まあ雨なんですけど駅で作業されてる方いますね。あ、生田緑地の関係の方ですかね。まあ本当に四季があって素晴らしいですよね。タヌキがいるんですね。まあ、うちの会社行けばですね、タヌキはいっぱいいるんですけどね。まあその中の自分も一人なんでしょうね、多分ね。これ昭和30年代の駅ですね。で、あの歩道橋じゃない、あの跨線橋っていうんですかね。まあもうすぐ100年経つんですけど、同じものを使ってるようなんですよね。すごいですね。当然ここにもドラえもんが。雨に濡れたパターンもいいですね。なんかで、あのこの正面の建物になんか居酒屋みたいなのあったんですよね。2階3階ぐらいまで登れたような気がして、モノレールがですねギリギリ終わるぐらいの頃、だったと思いますね。あ、今はねもうツタヤもうそれもなくなっちゃったんですね。あ、ここ変わりましたね。不動産屋が多かったですけどね、そういうのもなくなって、 あの日高屋はですねなかったですね。これここ最近だと思われますけど、まあおすすめはですね野菜たっぷりタンメンですよね。ただ本当にたっぷりで、なんか白菜とかでちょっと食べると疲れちゃう時があって、でもですねハーフがあるんですよ、野菜半分とかですね、もうたっぷりじゃないんじゃないかと。あ、ここですね、モノレール乗り場ですよね。で私ですね本当にそのモノレールが廃業になる直前に乗ったことありますよね。もうガラガラでしたよ。まあでもあれは貴重だったな私。その前のですねなんか、豆電車とか、まあこれがですねモノレールの前にあったということですよね。いやでもこれどこに乗るんだっていうところありますよね。上りともあの向こう側か遊園もですねやっぱラーメン屋が多かったですよね。あんなに必要なのかっていうぐらいありましたけども、まあ、私なんかちょっと最近太ってきてズボンがですねほとんど履けなくなって、まあ、あのジャケットばっか増えてきましたよね。そう、あの大英があった場所ですね、あの新しい建物が建っているようなので、ちょっとですねそちらの方行ってみたいと思います。着きました、クロス向こう側かと。まあ綺麗になりましたね。野島とかも入ってて、モスバーガー、あーこれはすごいですね。まああの大英だった時もですね本当に服とか靴やメガネやもう何でも揃ってたんですよね。あの落ち着いた雰囲気で、まああの大英大好きだったんですけどね。まあこちらも靴屋も入って、ちょっと中覗いてみようと思うんですけども、いいですよね。
こういうところが近くにあると、登戸一個一公園、歯医者も入ってるわけですね。まあ一階はそのまま生鮮売り場になってるわけですね。イオンって書いてますね。ダイエーはイオンの子会社になりましたよね。まあそういう関係なんですね。サーティワン。おしゃれですね。まあここで買ったことはないんですけど。2階は、また広いですね。綺麗ですよね、本当。こんなになってるとは知らず、ちょっとびっくりしましたね。いやもう家電とかも充実してますね。でですね、このタイミング、ニュースで、大山信代さんですね、ドラえもんの声優です。お亡くなりになったということですよね。まあちょっとそれ知ってたらですね、そういうルートを歩いたんですけど、本当にですね、ドラえもんに命を吹き込み、で、自身がですね、ドラえもんみたいな存在で、本当に夢をありがとうございました。謹んでご冥福をお祈りいたします。短い秋がですね、もうすぐ終わりますね。それではですね、皆さんご視聴どうもありがとうございました。